杉浦雄星は日本のプロバスケットボール選手。東京都出身。ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。東京都世田谷区生まれ。シーホース三河ヘッドコーチの鈴木隆一はおじにあたる。ミニバスケットボール経験はなく、世田谷区立梅川岡中学校入学と同時にバスケットボールを始める。新入部員で唯一の初心者でありながら、 めきめきと頭角を表し、中学2年生時には東京都選抜に選出される、ジュニアオールスターに出場し、主力選手として活躍を見せ、ベスト4ミリに貢献。全中出場こそのガスも数々の実績を残し、全国屈指の名門校である福岡大学附属大堀高等学校に進学。1年生ながらスタメン入りし、 インターハイベスト8、ウィンターカップ4位。3年次には、インターハイベスト4、国体、ウィンターカップ準優勝の成績を収めると同時に、同年のウィンターカップベスト5にも選出されている。卒業後は、筑波大学へ進学。1年次より、インカレ出場し、筑波大学61年不利のインカレ優勝に、貢献その後3連覇を果たす。 大学時代のインカレにおいて2014年優秀選手、2015年優秀選手、2016年には最優秀選手と得点王、2017年間東賞と3パートを受賞。2017年1月、特別指定選手としてサンドッカーズ渋谷へ入団。2017年12月、サンドッカーズ渋谷へ選手契約入団。2020年オフ。 島根スサノーマジックへ移籍3人制バスケットボール 3X3 では2019年に立川大津に所属2020年東京大武に移籍した瀬タが薬立梅ヶ丘中学校福岡大学付属大堀高等学校筑波大学 SR 渋谷島根、杉浦雄星 B リーグ2018年5月3日へずらん 杉浦雄星選手情報2017から18万2018から192014年第66回全日本大学バスケットボール選手権大会優勝優秀選手2015年第67回全日本大学バスケットボール選手権大会優勝優秀選手2016年第68回全日本大学バスケットボール選手権大会優勝最優秀選手 特典王2017年第69回、全日本大学バスケットボール選手権大会優勝、関東賞、3ポイントを2016年第65回、関東大学バスケットボール選手権大会優勝、優秀選手、3ポイントを2016年第92回、関東大学バスケットボールリーグ戦優勝、最優秀選手。ありがとうございます。